ハンマー家の本家のハンマー岩先生です。ノーベル賞以上のね、生物学をちょっとね、教えたいんですけれども、生物のですね、生き方ですね、こういう特徴でね、生物というのはバクテリアとかですね、単細胞とか、複合生物ですね。人間の場合はちょっと、まだ、細胞的な生き方をするんですけども、私は違うんですけどね。このね、生物の生き方でね、能力生物と低生物の生き方でね、低生物が能力生物に対抗するためにね、すべてほとんど作られてるという、生き方があります。これはね、私は上の生物なんで、単細胞での生き方はしないんです。人間たちはそれをするわけです。まだ細胞のある程度の塊で人間一人人というのは生きてますけども、まだ単細胞としてですね、バクテリアみたいなものと同じようにね、ルールに従って生きてます。で、能力生物、上の生物ですね、複合生物というか、単体でも能力生物、普通大体見当たりませんけどもね、私以外、地球上では、宇宙では私以外存在しませんけれども、ほとんどいませんけどもね、単生物、複合生物でも単生物、人間の場合はね、私以外の人間は単生物で、バクテリアやね、単細胞の生き方をするんです。というのは、あまりにも能力生物との差がありすぎるということでね、団体で結集して生きるというね、生きるということを強くすると、団体で強く勢力を持つというのが単細胞、複合生物でも人間もそういう生物なんですね。団体で力をつけて生きるわけですね。その掟というか、その上の能力生物、私とかですね、宇宙にほとんどいませんけれども、能力単体生物もいますけれども、能力複合生物は私ですね。で、全部ね、人間のように細胞は、細かい細胞があって生きてるわけですね。で、これには大変大きなね、ノーベル賞でもね、全然桁外れで進んだ話をちょっとね、教えしますけれども、団体で能力を結集して強くする。で、能力生物の単体生物に対抗するためにはね、ただそれじゃ足りないんだけど、最大限に対抗できないといけないということでやるんですけれども、団体生物、バクテリアとかね、細菌とかね、ちっちゃな物質、人間も全体はそれで生きてるんですね。バクテリアとか単体生物として同じ生き方をしてるんですね。人間の場合はね、人間まではね、の顎とか知能の場合は、バクテリアと同じような生き方をするわけです。で、私は違いますけどね。で、その方法というのはね、非常にね、ルールというかね、
すごいルールを作るんですね。というのは、やはり団体で生きるために、捨て身は団体のために、捨て身は体を捨てるということはやりたくないけどもやるんです、ね、まずね、団体、人間団体とか人間生物、あとバクテリア、ね、単体生物はそれはやるわけですね。生きるためにね、全体の呼吸でまず生きないといけないということなんですね。まずそれはもう団体というのは団体を生きるために各自、特攻隊として死ぬということは当然やらないといけないことなんですね。人間たちは特攻隊をやらないといけないわけです。アメリカ人であるとね、能力細胞、能力複合細胞じゃないんですね、人間はね。だから戦いには必ず犠牲者は出さないようにするんですけれども、ね、全体がやられないようにするための時は犠牲者を作らないと生きられないということでね、犠牲者はやむを得ないんですね。だからそれに反してはいけないわけです。だから人間の生き方はその団体のルールにが生きるためにね、そのね、やむを得なくね、戦いで敗れる者もね、喜ぶわけじゃないけども